防災士としてですね、災害が起こった時のための避難所とかですね、前もトイレ、トレーラーなんかを紹介してますけども、これでレスキューホテルについてですね、ぜひ災害があった時に生かしていただけるように協定を結んでくださいということで、岸和田で協定を結んでもらいましたのでお知らせをいたします。これ近畿では東近江にしかないんですけども、トレーラーになってるんですよね。これトレーラーでナンバープレートがついてて、そこがだからホテルになってます。で、まあ、これも概要を記事に貼っつけときますけども、これについてですね、だいたい中身がこういう感じですよね。でコロナの際の医療従事者の控え数であったりとかですね、そういうことにも使えるということで、協定を結ぶこと自体は無料なんですよ。でもちろん出動すればお金はかかるんですけども、まあ、協定を結んどかないと、まあ、津波なんかが起こった時にですね、なかなか来てくれないよねということで、これなんで私が知ったかというと、これなんですよ、大東なんですよ、去年の暮れにね。で大東で初めてこう協定を締結をしたんです。で大東市に聞いたんだけど、大東市って何の災害あんのというふうに聞いたんですよ。でまあ川が氾濫するということはまあありうるでしょうけども、別に大きな山崩れが、生駒の山崩れっていうのも考えられへんしね。で大きな津波があるわけでもないし、あんな、まあ、奥の方ですからね。だからまあ、なんでこれをやったのかよくわからんのですけども、まあ、災害自体はないよねという話やったんで、それやったら災害があるのは南海トラフの津波があるですね、大阪湾近郊ですよね。でそこでぜひともこれ結んでくださいよということで、これ会社自体は千葉にあるということなんですけどもね。だからこういうふうにこう関東でこういろんなトレーラー持ってはるとこ多いんですけどもね。で千葉の方からですね、岸和田へまあ、2回ほど来ていただいてですね、でそれを危機管理室から聞いた時に、来るって言うてくれてるんですけどって言うから、まさか来て手ぶらで帰ってもらうってことないよねという話をしてですね、もうその時もいやもう来ていただいたからにはまあ協定を結ぼうかなというふうには考えてますってことは言うていただいとったんですけどね。でこれ災害締結が他のとこどこがやってるかですよね。これ山形とか、まあ、関東が多いですね、特にまあ、千葉から来てるから千葉はね多いですもん、30ぐらいありますよね。で、まあ、東京もバラバラあって、で3つあるとこってあんまりないですよね。これ岐阜、こっちの関東はありますよ、関東はあるけども、関東の拠点以外のとこで3つもあるようなとこっていうのは籠馬はあるかな。だから多分1回行ったらそこでいろんなとこにお願いをするんでしょうけどもね。大阪も3つあります。で泉佐野ついてます、これ12月ですね、2021年12月。で泉佐野の方はこれ私が言うたんやったかな、情報提供どないしてしたんかもう覚えてないです。もうあちこちの議員に言うてですね、せっかく千葉から来てくれるんやから、あちこちこれ回ってもうて話聞いたらどうですかということで、危機管理室と議員とで話してねっていうのをもういちいちそう言ってられへんのでね、でやってねっていうことを言うたんで、泉さんもひょっとしたら私が言うたのかも分かりませんけど、まあ覚えてないんですけども、4月ですからね、協定を締結されてるのは。で岸和田はですね3月です、3月ですから岸和田の方が少し早かったなということで、まあできればですね、まあ、大阪市も含めて堺からずっと三崎町ぐらいまで、まあもちろん和歌山も方もですね、これは協定を結ばれた方がいいんじゃないかなというふうに考えますけども、和歌山協定結んでないですよね。こういうところに目がなかなかいかないんかもわかりませんけども、こういうところで協定を結んだりですねしてるとか、こんだけあるわけですから、これ95ありますからね。だからこそですね、いろんなところで、お助けを願わなあかんようなことは民間事業者にあるわけですよ。例えば岸和田なんかでも今言うてんのはですね、カラスの市議なんかにも働きかけて、危機管理室でドローンの協定は結んでるんですよ。ところがドローンの協定でですね、なかなかそのドローン業者が3業者ぐらいあるんですよね。
で、ドローンを扱うような産業者と協定を結んでいるにもかかわらず、その産業者がですね、うまいこと連携を取れてるんですかということですよ。だから一度に介してですね、そのいざ例えば台風とか津波が起こった時にどうするんですかというような、ドローンは非常に有益で使えるとは思うんですけども、まあ、民間事業者と市も含めてですね、この時にどうするんやということの会議をなされてなければですね、なかなかいざという時に、まあ、訓練してないんだからあたふたするよねという話が、まあ、考えられるわけですね。で、それについても、まあ、危機管理にですね、きちんとしたからドローンの業者と話をしてくださいよというような話も今しております。防災ですから、まあ、地震などが起こらなければ一番いいんですけども、起こった時にどうするのかということを先に先手を打って考えとかなければですね、はい、地震になりました、津波起こりました、どうしますかってなった時にどうしようもないでしょう。で、そういう準備をしとくんかしとけへんのかというのは大きな違いなんでね、私防災士も取ってますので、その辺のところはよく考えて、災害が起こった時にもですね、できる限り、皆さんが、まあ、命を助けるのが一番ですけども、その後にですね、市民の皆さんができる限り不自由のないようにということで、トイレトレーラーであったりですね、こういうようなハウス式のトレーラーを使ってですね、まあ、早くその体育館なんかで、まあ、エアコンがつくというふうにやっとなりましたけどね、そこでもですね、体育館で助かったけども体育館で、まあ、亡くなるとか避難所で亡くなるというような、例えば体の体調が悪くなるとかね、そういうようなことがないようにということも考えております。これもずっと言ってんだけども、町会にですね、折りたたみのリヤカーを置きなさいよと言ってるんですよ。ほんで、折りたたみのリヤカー何するかって言ったら、津波が起こった時に地域にいてる一番の動き手って誰ですか。一般の人みんな働きに行ってますよ。ということは、地域にいてる一番の動き手は中学生になるわけです。で、中学生の子にその折りたたみのリヤカーを開いてですね、そこに高齢の方とか足の不自由な方とかを何人かを乗っていただいて、で、そのまんまですね、山の方へ走ってもらうというようなことになれば、まあ、津波があってもですね、一人で一人をおんぶするぐらいやったら、それはリヤカーにね、乗した方が、多少力がないような中学生であっても、まあ、何人かでリヤカーをですね、押して、たくさんの高齢の方とかが助かるでしょというような話をしてるんだけども、それをなかなかね、みんなやらんでしょう。だから今後も夜間防災訓練なんかを和歌山見に行こうというふうに考えてますけども、いろんなことをして防災でできる限り命を救うということを考えてやっていこうと思っております。